はいどうも、中井戸です。今回はサマナーズ・ウォー・スカイアリーナについてです。このゲーム2014年からある、なかなか古い、いや、歴史あるゲームなんですが、今年2023年で9周年を迎えます。このゲームについて興味を惹かれるところは、その売り上げについてですね。9周年のゲームとなるとあんまり売れてなくて、開発費を稼ぎ切ってるからサービスが継続してるだけというゲーム多いんですが、このゲームの平均順位は200以内をキープしています。これはすごいですね。超クロージーゲームです。毎月ガッポガッポ稼いでます。過去の実績から見ると、リリースから6年間で、売上20億ドルを達成。全世界234の国と地域でプレイされていて、138カ国で売上ランキングトップ10を果たしていて、さらにそのうち87カ国で1位を記録しているということで、成功したゲームなんですが、わかんないことあります。2014年リリースのゲームでサービス終了しているものはたくさんいますよね。そんな中、なぜこのゲームは生き残り続けているのか。そういうところもね、動画で語って、引き出しの多さを視聴者にアピールしていきたいんですけどもね、最近は引き出し増やす活動に精を出しますから、新作ゲームじゃないと数字取れないんじゃないかという恐怖でね、その板挟みで苦しんでたところ、9周年のプロモーションタイミングでレビューの依頼を受けました。その内容もかなり本格的で、指定したところまでプレイしてしっかりコンテンツを理解した上でレビューしてほしいという話です。これは面白いですね。かなり珍しいケースというか、初めてです。大体スマホゲームの案件ってプレイ1、2時間くらいなんですよ。VTuber の生放送を見ればわかりますよね。それが最低条件なことが多いんですけど、しかしこのゲームは9年やっていて、コンテンツもそれは増えているので、その程度では語れないということですね。僕は自発的に20時間とかプレイすることあっても案件でプレイの時間を指定されたこと初めてなので、これ本当にしっかりレビューをしてほしいんだなということと、この依頼を受けられるのは僕しかいないなと思ったので、しっかりプレイして動画を作ることにしました。新作ゲームでもね、セルラン平均200円が取れずにサービス終了ラッシュになる中、なぜサマナーズ・ウォーは9周年についてまだ売れ続けているのか、その秘訣の分析と同時にプレイ式になった改善点ですね、そちらもいろいろとありましたので、最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行きましょう。タイトルはサマナーズ・ウォー・スカイ・アリーナ。配信日が2010年6月で、忘れかけていた心躍る本当の RPG というスローガンともにグローバルリリースです。グローバルで1億8000万以上のダウンロードと発生しました。で、2023年に9周年を迎える王道収集型 RPG なんですが、運営は株式会社カムツ。中にね、2を入れてカムツなんですね。で、どんなゲームかというところですが、20時間ほどのプレイ感想としては、2014年にこのクオリティのゲームが出せたこと、やり込みゲームシステムを作ったことが勝因だと考えています。これは発明ですね。今思うとこのタイプのゲーム後に結構出てるんですよ。恥ずかしながら勉強不足で知らなかったんで、それを2014年に生み出したことがすげえなって素直に思いました。後発はこれを参考にしたんだろうと。このゲームのシステムかみたいなね。で、ゲームの紹介するときにプリコネ系とか FGO 系みたいな話し方するときあるんですけど、サマナ系があるってことですね。とりあえず順番にストーリーから説明していきましょう。サマナーズ・ウォーなんで召喚士の戦いみたいな感じがしますね。主人公であるプレイヤーは召喚士として天空のアリーナで戦うことになったと。プレイヤーは伝説のサマーだからもなんか一目置かれる感じというか、自分の知らないところですげえ才能あるみたいに評価になってますね。で、召喚士というのはモンスターを召喚して戦わせる人たちで、登場するモンスターは1000種類以上いると。主人公以外にもたくさんね、サマーがいるんですね。ポケモンみたいな感じです。で、面白いのが2017年度から毎年世界大会を開催しているっていうところですね。やり込んでランキング1位になって喜ぶだけじゃなくて、ちゃんと大会があると。で、その世界大会なんですけども、賞金は10万ドルで、スマホゲームの大会で賞金10万ドルは本当すごいですね。で、2023年5月には初の日韓戦が開催予定ということで、かなりバチバチしてるみたいですね。大会開くのって大変なんですよ。その場その場でスタッフいるし、採算合わないんで、ユーザー還元イベントだと思うんですよね。韓国はやっぱ e スポーツの国ですから、お国柄そういう熱量が高いのか。ここまでやってるゲームは希少ですね。で、バトルシステムはコマンドバトルで、それぞれのスキルにクールタイムが設けられています。で、属性相性は存在してまして、これはよくある3すくみプラス光闇ですね。で、オート機能ありです。で、3倍速もあり。で、強化や編成などのシステムを紹介すると、強くなるためには、ガチャを引く、キャラを強化する、ルーンやアーティファクトを引く、強化する、この大きく3種類に分けられてますね。で、ガチャを引くは分かりやすいですよね。このゲームは通常ガチャから星3から星5が出ます。最終強化は星6で、で、どのキャラも星6にできるという設計になっています。で、星3を限界まで育成して、星3を餌にすると星4にできて、で、星4をさらに星5にできて、で、星5の状態で星5をね、5体餌にすると星6にできるという仕組みです。なので出てきた雑魚を育成して餌にすることでどんどんね、強くなれるという仕組みです。で、配布星4なんかの強力なキャラは、星5よりも強いことがあります。そして2つほど重要なキーワードがあって、それが純正と覚醒です。このゲーム強化済みのキャラもガチャから出ます。元が星4のキャラが強化されて星5になった状態で出ることもあるし、元が星5のキャラの場合は、純正星5って言い方をします。で、次に覚醒ですが、キャラの星の色が紫のキャラがいます。これが覚醒キャラですね。素材を集めて覚醒施設で強化すると、覚醒することができて、ステータスがパ
ワーアップしてスキルが強化されます。さらに名前がつきます。まあ、新名みたいなものでしょうか。例えば強力な配布キャラで水属性の魔剣士がいます。とりあえずこれを育てとけってキャラで、まあ、専用のミッションもありました。でこいつを覚醒させるとラピスって名前になります。これが本名なんでしょうかね。でその覚醒なんですが、覚醒済みの状態でガチャから出ることがあります。なのでまあ覚醒済みだったらラッキーですね。ではリセマラすべきかというとそうでもなくて、全キャラ星6にすることができちゃうんですよ。なのでラピスなんかのね、強力な配布キャラを育成した方が早いです。である程度のキャラがいたら、まあ、この先に話すルーンという装備品の方がね重要なんで、まあ、対人で最強になりたいとかでなければ、とりあえず星4が揃えば十分です。そのルーンとは何かというと、まあ、装備品でセット効果があります。組み合わせによってボーナス効果が発動します。普通の RPG の防具みたいに頭、胴、足とかじゃなくて、ルーンの形状が6種類あって、そこに合うか合わないかになってきます。でルーンにはレアリティがあって、まあ、強化すると上がってきます。で元のレアリティが高い方が楽に強くできますね。でこれはまあ最高レアのルーン手に入れるのきついかなと思ったんですけど、まあ、初心者ミッションとかイベントの報酬でももらえるので、まあ、安心しましたね。攻略サイトに書いてある最初このルーン使えみたいなやつの10倍くらい強いやつを序盤から使います。で最終的には両方いるんでしょうが、まあ、ある程度の強さが欲しいだけなら各属性キャラに最強ルーン積んどけば勝てるなと思いました。ルーンを手に入れる方法はというと、まあ、これはダンジョン周回ですね。まあ、ドロップ狙いです。まあ、ルーンごとに補正持ち方ですので、まあ、これがエンドコンテンツの一つでもありますね。でルーンはですね、 PVE 向けのルーン、まあ、モンスター狩り用のルーンと PVP 向け対人用のルーンで違うんですね。まあ、雑魚狩り用に攻撃力を上げとくか、少しでも早く行動したいから速度を上げるか、でボスなんかの長期戦とか運で勝てたらラッキーな防衛なんかは、まあ、暴走ルーンという、まあ、確率で追加ターンがもらえるっていうルーンが強いんですね。まあ、そういうのとか、まあ、初心者、中級者、上級者ってこう、まあ、段階的に理解が進んで、あ、こういうのが実は強いんだみたいなね、プレイできる設計になってます。で、まあ、なぜ9年継続できたのかっていうのを、僕なりに考えてくれって言われたんで、まあ、一番これだなって話をしますと、まあ、上手な設計ですね。このゲーム、ゲーム性で勝負してるんで、まあ、非常に設計がね、よくできてます。まあ、長く売れるゲームの条件として、まず無課金でも詰まることなくストーリーを進行できること、そして、廃課金できるコンテンツを作ること、この両立が必要なんですね。っていうのは、まあ、前から言ってるんですけども、まあ、このゲームの場合だと、まあ、無課金でも星6が揃う育成システムと、まあ、対人で理論値最強を狙うならっていうことで課金したくなるバランス、まあ、本当にこのゲーム対人以外でめちゃくちゃ苦労することはあんまないんですよ。まあミッション系のイベントとかもね、数をこなせばクリアできるバランスなんで誰でも報酬がもらえます。まあ、ちょっとシビアなゲームだとイベントとこうキャラがいないととかってあるんですけど、そういうこともなくて、まあ、やればちょっともらえて、さらにやればちょっともらえて、ある程度やるとドカッともらえる、何かを達成した時の喜びを加速してくれるから、もっと進めれば何かいいことがあるんじゃないかっていう形でユーザーに期待させることができるんですね。例えばラピスを星6にしたら褒められてログインボーナスが新しくつきましたと。で、まあ、何かを初めて強化すると大体褒められて報酬がもらえるんですが、ログインボーナスなんか驚きましたね。よく頑張りましたね、じゃああと何日かログインすればさらに他のキャラも強化できますよってするわけですね。なんか気持ちよくなれたし、もう少し頑張るかなりますよね。でその数日間の間にまた気持ちよくさせられれば続けるわけですよ。でイベントは例えばなんですけど、適当にねイベントを開くとなんかこんなことがやってました。でポチポチと受け取るとガチャの召喚書を大量にもらえて、純正星4から星5確定のガチャ系もなんかもらいましたと。で頑張れば純正星5のアルタイでも普通にもらえて、まあ、条件はコツコツやるだけです。まあ、手持ちが弱くても数日やればいける内容ですね。でとにかく毎日コツコツ張り付いてれば報酬がたくさんもらえるので、まあ、DAU がね維持できるのは納得します。でじゃあまあそろそろ他人と差をつけたいなと思ったところにお得なね次元パック期間限定、今日までめっちゃお得ですみたいなのが出てきたりするんで、まあ、課金しちゃうなみたいな、まあ、そうやって売り上げ出してるんだなと思います。まあ、これはまあ最近の放置ゲーの元祖みたいな感じですね。まあ、最近のゲームのよくある失敗例としては、ストーリー進行のためにガチャを要求したり、コンテンツ量がないのに課金が強いランキングみたいなやらせるって言ったことがあります。まあ、ストーリークリアしてコンテンツがないから虚無だなっていうところでイベントが来て、課金ランキングイベントみたいなね。まあ、新作ゲームの強みっていうのはグラフィックのクオリティが高かったり、スタートダッシュの盛り上がりを見せれるところなんですけども、まあ、コンテンツ量が少ないので売れるものが少なくて渋くなりやすいんですよ、どうしても。で一方で昔から成功してるゲームはイベントで課金を要求してこないんですよね。課金したらスピーディーにクリアできるよ、ランキングないよと。でこのタイプのゲームはガチャ確率が低くても配布量多くすればつまらずプレイできるので文句が出にくいんですよ。でまあ、長年継続してるゲームはコンテンツがたくさんあるんで、初心者や無課金に楽に遊べる部分を十分に確保しつつ、配課金向けのコンテンツも用意できるというのは強みです。コンテンツボリュームって点で言うとものすご
くて、初心者向けコンテンツだけでも相当なボリュームがあります。このゲームを20時間プレイしたんですけども、あのコンテンツをね、一通りやっただけなんですよ。次々に増えていく要素をやって、星6覚醒したら、それくらいになったんで、とにかくボリュームがすごいです。で、まだまだ先があります。で、対人もプレイしました。アリーナはプレイヤーが登録したモンスターと戦う形式で、攻め側が有利なんで、実は勝てる相手が多いです。あとその防衛をキャラ1体だけにして、叩かせるっていうタイプのやつもいて、あえてランクを上げないことで、名誉ポイントっていうね、勝ったらもらえるポイントを稼げるようにするんですね。だからまあ、頂点を目指したいんでなければ、意外とやれます。対人戦で結構いいことずくめじゃんって思うと思うんですけど、対人戦は設計が難しいんですよね。バランスを取るのはとても大変で、対戦特化のゲームでさえ、アプレでね、こいつ強すぎやろみたいな、文句が出まくったりするじゃないですか。だからスマホゲーではあんまやりたがらないんですけども、まあ、成立すると強いという事例ですね。なのでまあ、一個一個プレイしながらゲームを覚えていって、周回して強くなったら、まあ、ギルドコンテンツっていうのはそのギルド間のバトルの争いに参加して、で、なんか自分も馴染んできたなと思ったら、まあ、世界を目指すみたいな感じですかね。まあ、ちょっとまとめると、ソロコンテンツは配布キャラを育成すれば困らないです。で、初心者向け配布も充実してます。で、対人は極めれば当然課金ゲーなので、ここで運営は収益を得ていると。まあ、廃課金様のおかげで、まあ、無課金がプレイできるわけですね。なので、初心者プレイヤーの体験を時間ごとに計算して作り込んでるように感じました。で、これぐらいプレイしたらこういうご褒美あげるっていうのを設置して、ユーザーに長くプレイさせると。で、その順番もちゃんと知らないと思ってて、まあ、要素とか機能がめちゃくちゃあるんですけども、入り口は簡潔で、一気に詰め込むとやめちゃいますよね。初期はモンスターを育成することに意識がいって、ストーリーを進行させていくと、まあ、ルーンとか召喚とかね、星を上げることで、あ、こういう風に強くなっていくんだっていうシステムを理解していくと。で、その道筋が飽きさせないように、でも頭をパンクさせないようにっていう、まあ、バランス調整がいいですね。まあ、どのタイミングでどういうアプレが入って今の形になったかわかんないですけど、序盤は毎日何かしら成長実感できるようになってて、まあ、やがてスタミナを消化しないと損した気分になったり、沼にはまっていくっていう仕組みなんかなと。これが9年続いた秘訣かなと思いました。あと、プロモーションも頑張ってますね。アサシンクリードとのコラボを今やってます。純正星5アルタイルをゲットできます。過去のコラボを見たら、サマナーズ王とストリートファイター5コラボやってて、なんとか今もらえませんかね。あとはまあ、毎年の周年に大型イベントを実施してまして、まあ、今回9周年です。まあ、などなどということで、まあ、既存ユーザーをできるだけ飽きさせないように、アップデート繰り返していると。で、これがまあ、アップデートのいい結果かなと思うのが、周回が超楽なことですね。いわゆるオートは当たり前で、連続10回周回システムがあって、で、これをゲームの裏で進行できちゃうと。つまり、オート周回しながら、それを最小化して、バトル以外のことができちゃうっていう仕組みですね。はい、ではですね、9周年イベントがあるって話なんですけども、まあ、さすがに周年イベントってことで、めっちゃ配布するということですね。9周年イベント期間中に、特別な限定召喚書を配布されると。で、これが、9周年イベント期間中に獲得できる特別な限定召喚書ですね。これは自分で当たり枠のモンスターを選べるタイプの召喚書ですね。あとは9体の純正星5モンスターの中で、1体を確定召喚できるというイベントがあります。これは自分で当たりが出た時の枠のモンスターを選べる召喚書ですね。まあ、純正星5が確実に手に入るのは本当すごいですね。純正星5はまだ持ってないので、今回のガチャいろいろ引けば戦力を大幅に補強できるんじゃないかなと思います。まあ、でですね、まあ、プレイして思ったアップデートするならこれってポイントなんですけども、まずですね、まあ、3つありまして、1つ目がミッション報酬の一括獲得がないことですね。だからプレゼントのところであるんですけど、ミッション報酬がなかったんで、これ価値化するのがねちょっと不便なんでいいなっていうところと、あと2つ目が、まあ、これちょっとむずいと思うんですけど、オート周回をバックグラウンドでもできるようにしてほしいですね。完全放置で実習してくれるんですけど、まあ、バックグラウンドに行ったりとか、まあ、アプリをね切っちゃうと、まあ、できないんで、まあ、バックグラウンドでも時間経過かなんかを測ってやるっていう仕組みにしてくれればなと。まあ、これができたらサブゲームとしてのポジションも獲得できて、まあ、より新規が入りやすいんじゃないかと思います。まあ、周回中にね YouTube 見れたりっていうことになれば、まあ、YouTuber の僕としてもね競合ならずに嬉しいですよね。であとはまあ新規向けに UI ちょっと改善してほしいですね。まあ、昔からあるゲームそうなんですけども、若干 UI が不便なんですよ。っていうのも常に動線が欲しいですね。例えばアサシン教団の任務でアルタイル欲しいなと思って、どうしたら手に入るんだろうと思ってミッション見たんですけど、名誉ポイントってなんだっけってなるんですよね。あとアーティファクトともなるんですよ。もう正直初心者はねちょっとやらないと忘れちゃうんですね。まあ名誉ポイントっていうのはアリーナで獲得できるポイントで、アーティファクトっていうのはルールの次のねちょっとした装備みたいな感じなんですけど、やっぱ初心者ほどね調べないと分かんないと思うので、そうポチってねボタンを押したら飛べるとか説明してくれるとかだと嬉しいですね。はい、じゃあまとめなんですけども、まあ、今回ね、売れてるゲームのプロモーションということで、まあ、なぜ売れたのかという紹介と、あとまあここをね、もっとこうしてくれれば、よりやりやすいよっていう話をしました。やっぱりまあ僕としては儲かっていたらね、それだけで評価できるなと。まあ、面白い面白くないってこれも個人差ですからね。あと今作はオリジナルということも一つ考慮に入れてほしいかなと。
なんで人気 IP を活用したゲームとかじゃないので、ゲーム性で勝負して勝ったんですよっていうところがね、すごいなと思います。まあ日本で売るならね、アニメ美少女ゲーが強いんですけども、まあ、グローバルで売るならゲーム性で勝負する必要があるので、まあ、きちんとゲームに向き合った結果生まれたって感じがしますね。まあこのね、サマナゾウさんは開発費を回収しきって、かつまだモチベーション高く大会とかやってるゲームで、まあね、9周年でね、まあこんだけプロモーションするぐらいですからね、まあ10年、11年と続いていってほしいですね。というわけでね、チャンネル登録が本当に不要なんですが、今回プロモーションということで、まあ、自分がねこのゲーム向いてそうだなと思った方、一回試しに触ってみたいなっていう方、9周年イベントで久々に復帰してみようという方は、まあ、概要欄からダウンロードしてみてください。というわけで以上の回でした。本当によろしく。